おはじら、どうも、あじらです。というわけで、今回は AV やユーティリでのサムネの作り方というね、動画を撮っていきたいと思います。あとね、ちょっと今回サムネの、まあ、なんかちょっとセンス的な話ではないので、サムネのセンスについては期待しないでください。私は正直自分のサムネがいいのか悪いのかあまりよくわかっていない。俺たちは雰囲気でサムネを作っている。はい、というわけでね、まあ、ちょっと非常に雑ですが、だいたいこういう感じでね、まあ、ある程度ね、ちょっとサムネっぽいものを作りました。ここからどうやって、JPEG や、PNG などの、画像ファイルにするかなのですが、まずね、この上の編集というところを押しましょう。はい、そこから、現在のフレームの出力イメージをクリップボードにコピー、これをクリックしましょう。はい、これで、画像がね、コピペできるようになりました。というわけで、この後、この画像をね、ペーストしたいと思います。はい、じゃあここからね、アプリの、ペイントをね、起動してください。はい、というわけで、ペイントをね、起動したんですが、ここからね、さっきの画像を、まず貼り付けるのですが、左上にね、この貼り付けというものがあると思います。ここをクリックしていただくと、さっきのね、サムネをね、貼り付けることができます。ちなみにここで、こうやってね、文字だとかね、そういったものをね、こうやって選択した状態で やっていると、なんて言うんでしょうね、ここに、見えます？ここに、ちょっとしたなんかね、選択してる時の線がね、映っちゃって、それをね、そのままコピーしちゃうと、こっちのね、ペイントにもそれがね、そのまま映っちゃうんで、ちゃんと何もね、選択しない状態にしておいてから、コピーしてください。はい、というわけで、この画像ができたので、左上のファイルから、名前を付けて保存をしましょう。私はいつも、PNGでね、保存しています。はい、というわけでね、今回はサムネの作り方をやっていきました。多分カットしてるから皆さんには見えてないと思いますが、今回台本を、用意していなかったため、めちゃくちゃ買いまくったりしてて、実際のとこめちゃくちゃ撮り直してます。やばいです。カット作業がめんどくさいです。てか今も噛んでる。てか現在進行形でめちゃくちゃ噛んでる。やばい。もう滑舌がやばい。死んだ。はい、というわけでね、皆さんもね、ぜひこんな感じでサムネ作ってみてください。それじゃあ、バイバイ。